さて、今年は市街地での熊のニュースが多いなと感じている方も少なくないと思います。今年道内で熊が人を襲う被害は過去最多のペース、そして今月来月は冬眠に向けて熊の活動が活発になる時期でもあります。今日の特集です。今月札幌市の職員が背丈以上に伸びた草を刈っていきます。札幌市西区の御殿山公園の近くを流れる左俣川です。草刈りは熊対策の一つです。こういった草の中に身を隠しながら移動するので、そういったルートを少しでも草刈りすることによって周りから見えるようにして、ヒグマはこの辺を通りにくくするようにするというのが目的で、暗闇からクマがじっとこちらを見ています。先月左俣川の無人カメラで撮影されました。今月の写真にもここにクマがいることを示しています。左俣川下っていくと琴音八様川に合流して、行こうと思えばどんどん下流の方に行ってしまうので、この辺で食い止めたいなという。お母さん逃げて逃げて、いたいたクマ逃げて、どこだ、あそこそこ、あれあれ、いたクマいました、6月東区の住宅街に現れたクマ、男女4人が襲われました。東区で人がクマに襲われたのは143年ぶりです。クマは一体どこから来たのか、目撃や痕跡などの情報をつなぎ合わせるとそのルートが浮かび上がってきました。6月18日午前3時28分、北31条東19丁目の路上で目撃された地点から遡ると、午前3時10分介護老人保健施設の防犯カメラに、午前2時15分北区上篠路93で目撃情報、6月16日バラト川緑地で糞を確認、5月29日石狩川近くの晴れ湖で目撃。札幌市はクマがバラト川緑地からバラト川、伏子川、水路を通って東区の住宅街に出てきた可能性が高いと結論付けました。札幌市のヒグマ対策委員会のアドバイザーで酪農学園大学の佐藤義和教授です。クマは自分の体を見せることは嫌うので、体の隠れられるような藪とか茂みの中を基本的には好みますよね。市街地の内部に侵入する場合というのは、やはりクマの生息している森林から市街地の中に緑地とかですね、水路、下半林などのが連続的につながっているということが根本的な問題だと思います。札幌に限らず道内には周辺にクマが生息できる山林があり、市街地に川が流れ込んでいる都市は多い。国道230号線のそばでクマが目撃され、注意を呼びかける看板が設置されています。今月1日には南区川沿いの国道230号線を横断するクマ2頭が目撃されました。クマですか？怖いですね。ゴミっていうか餌になるようなものを置いとかないとか。近くを流れる豊平川を伝って定山渓方面から北上してきたとみられています。市街地で相次ぐクマの出没、専門家が考える対策とは。まだルートはつながったままの状態ですしね、もう想定外とも言ってられないので。クマいる、市街地で相次ぐクマの目撃。佐藤教授は東区の事例を念頭にクマの移動ルートを遮断するなど新しい試みが必要だと指摘します。バラトが緑地の方から来ただろうと言われてますから、そういうところから伏子川を
沿いのルートの入り口を閉めるということでしょうし、まあ、おそらく石狩川を越えて東別町とか石狩市方面から来ただろうと推測されてますので、東別市方面で森から畑に出さないっていうことが、まあ、もしできてれば、まあ、熊が畑を通って石狩川を越えることもないので。道内の2020年度の推定生息数は11,700頭、30年前に比べると倍増しています。今年は特に出没件数も多く、道内の熊による人への被害も死亡3人、怪我8人と統計が残る1962年以降最悪です。まあ、年によるばらつきはあるんですけれど、年間2件とか3件とかのいうペースで推移してきてたんです。まあ、今年は急に非常に大きな数、多い数になってしまって、我々は大変驚くとともに衝撃を受けてまして。道は来年改定する道ヒグマ管理計画の素案で新たに水路を加えました。熊の住宅地への侵入ルートと位置づけ、対策の強化を目指します。まあ、熊にとってはなかなか線が分かりにくいというかね、やっぱり人間の側がここから先は人間のエリアだから来ちゃダメですよということを、まあ、教えてあげないといけない。道内のすべての川で熊の侵入を防ぐことは不可能です。しかし人間が熊との無用な遭遇を避ける工夫をするだけでも、お互いが傷つかずに済むのです。道の新たなヒグマ管理計画の素案では、市街地対策の強化を鮮明にしています。まあ、主なものを3つ挙げましたけれども、まず1番、まあ、熊の出没人身被害発生の警報。まあ、例えばですけども、こう住宅街などに近いところで、まあ、無人のカメラ設置していて、でそのカメラに映ったしたら自治体にすぐ情報がいって、それが地域の皆さんに行くみたいなね。はい、まあ、多分今スマートフォンもあるの で、ね、ICT とかを活用するイメージだと思います。まだね、これが具体的にどういうふうにするかっては決まってないんですが、まあ、方針として、2番目、被害がなくても市町村が駆除できる基準。まあ、今回みたいに住宅街に出てきてしまった、うん、そういう時に例外的にではありますけれども、その緊急性の高い場合にどう対応するのかっていう基準を設けようということですね。そして人里への移動経路の遮断をしていこうということです。私、札幌の小学校出身で、山で熊に会ったらこういう対策をしましょうみたいな授業があったりしたんですが、まさか今や市街地でその習ったことを使えるようになる時代が来るとはなという感じですし、今回のこの東区の件は本当に教訓ではないですが、危機意識が一気に高まったと思うんですね。もう今やどこにでも熊はいるよというふうに思わなきゃいけないですし、人間側が対策を、ね、しなければいけないわけですよね。そうですね。そういった教育も本当に大事になってきますけれども、はい、ね、北海道は改めて大自然があるからこその北海道であって、それとともにやっぱり共存していかなきゃいけないということは、やっぱり熊もいますよねと。であれば熊にとってはやっぱり市街地も森も関係ないわけで、人間の方でどう対策してあげるか、この自然を守りながら町づくりを長い時間かけてどうやってやっていこうかって、ね、必要ですよね。熊の活動範囲というのはもう何十キロとか、まあ、個体によっては100キロ超えてくる、そんなこともありますので、もう市町村単位ではなくて隣接する市町村全体で対応が必要ということになります。特集でした。はい。